こんにちは、新しい教授です。皆さんはミスディレクションという言葉を聞いたことがありますか？今日は皆さんにある動画を見ていただこうと思います。それがこちらの動画です。白シャツチームと黒シャツチームの2つのバスケットボールチームがボールをパスする動画です。実はこれはとある心理学の実験に使われている動画です。さて、ここで問題です。白シャツチームが何回ボールをパスするかに注目して見落とさないように数えてみてください。ではどうぞ。どうですか？わかりましたか？何回パスしたか数えられました？なるほど、実は正解は15回です。当たりましたか？では皆さん、もう一つあることに気づきませんでしたか？実はボールをパスしてる間にゴリラが横切ったことに気づきましたか？それではもう一度ご覧いただきましょう。この実験で分かったことは、人間はあることに集中するとそれ以外のものが見えなくなるということです。人間は物を見るときに中心化をして物事を見ています。一つのものに集中しているとき、他のものは目には入っていますが意識の外にあるために記憶に残らなかったりします。皆さんはどうでしたか？皆さんはどうでしたか？皆さんはどうでしたか？どうでしたか？皆さんはどうでしたか？チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、インスタのフォローもよろしくお願いします。 See you next dive!